皆さんこんにちは。内藤証券株スター7110より12月19日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、本日の日経平均株価は前日比127円安の2万987円で取引を終えました。終値でも2万1000円を割り込みました。で、本日はソフトバンクの子会社が上場しました。で、弱気相場の中で公開価格の1500円を上回れば、ひょっとしたら市場への資金還流が進んで投資家心理が改善されるのではないか、こういった期待もあったのですが、期待むなしく日経平均株価は下落、ソフトバンクも下げる展開となりました。こうした地合いが悪化している中で、改めて今日は東証一部の全銘柄のチャートを見た特徴を検証してみたいと思います。では現在の株価の位置を冷やしチャートで確認します。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価なんですが、10月の安値を下回りまして、今日は2万987円で取引を終えました。売り目線での展開が続いております。で、ここまで下がってくると、やはりこの3月の年初来安値が視野に入ってくるわけですけれども、このあたり改めて下値目処を探るための別のチャートを見たいと思います。こちらをご覧ください。はい、今日2万900円台を維持できるかどうかというところで、当初を見ておりました。終値で、2万900円台ということでしたから、維持はできたというふうに見ることはできるんですが、取引時間中に安値で一旦、この水準を割り込んでいますので、やはり年初来安値がやっぱり視野に入ってくる展開となりました。で、この2万900円台というのは今年に入って3回ほど株価が一時下げ止まった水準ですので、投資家からも意識されやすい水準ということで、非常に注目していた価格帯でありました。こうした地合い全体が悪化しておりますので、地合いからすると年初来安値のこちらの更新というのはあってもおかしくないのかなというふうに考えております。特に来週から海外投資家は休みに入るところも多いと思いますので、ここから先に株価が上がっていくためにはよほどの買い材料がなければ難しいかなと思います。そういった買い材料があって出来高を伴って上昇をしてくると、年明けからの相場が楽しみになるわけですけれども、あと年内来週どういった動きになるか、非常に注目したいタイミングだというふうに考えております。ではトピックス見ていきましょう。トピックスはすでに年初来安値を更新しておりまして、株価の水準は17年の5月のところまで下落をしております。ですから株価が今年の年初来高値をつけた後下落をしまして、逆の V の形状になりつつあるというところなんですよね。で、ここには株価の平均売買コストである移動平均線は載せていないですけれども、株価と移動平均線の位置関係を見ると株価の上にそれがあるので、投資家は含み損を抱えている状態というふうに言えます。従いまして、株価がこの後反発したとしてもですね、やれやれの売りが待っている状態で上値が重くなっていきます。トピックスがこういう状態であるということは、やはり東証一部銘柄の多くも上値の重い展開が続いているというふうに言えます。ということで、次に業種別の株価指数を見ていきたいと思います。はい、頭を上げている業種、それから頭を下げている業種、一目瞭然です。まず小売りなんですけれども、これはユニファミマとかファストリテイリングなどが比較的堅調な値動きをしておりまして、業種別の株価指数も上向きとなっております。で、一方外需なんですけれども、鉄鋼
電気それから機械などはやはり貿易摩擦の影響、それから世界的な景気減速懸念などで下を向いている状態で売られている展開が続いております。でこういう地合いを受けまして、商品市況の一つ銅価格の推移を見ていきたいと思います。銅価格は弱含んでいるんですよね。今年の半ば以降は価格が下落しておりまして、足元直近では、横ばいなんですけれども、6000ドルを挟んだ展開、昨日は5000ドル台に下落しまして、10月31日以来でしょうか、6000ドルを割り込む展開となっております。銅は景気動向に左右されやすく、世界的な景気減速懸念によって銅の需要も低下することが懸念されて、こうした値動きになっていると考えられます。で、在庫なんですけれども、これまでは需要が増加して在庫がこう減少して需給が逼迫して銅価格が上がるといった動きだったんですけれども、足元の状況ではですね、需要が低下したことで在庫も抑制しているのではないか、そういった動きがこうしたデータに現れているのではないか、このように考えております。今後銅価格が上がるか下がるかというのは今後の米中貿易摩擦の動向以下によると思うんですけれども、中国のその制裁のその期限が迎える頃に銅価格が上がっていけば、再び世界的な景気の回復が期待できるので、このあたりデータとして注目しておきたい一つだと考えております。それからですね、東証一部全銘柄を見た特徴なんですけれども、年初来安値よりもさらに安い昨年来安値を更新している銘柄が増えてきました。株価のイメージとしては、17年の安値の水準をさらに直近で下回っているといった値動きとなっているんですね。で、その銘柄例なんですけれども、古川機械金属、古川電工、住友電工、藤倉、昭和電線、ディスコ、CKD、平田機工、NTN、ファナック、スクリーン、キヤノンなどがあります。で、電線株がですね、軟調なのは先ほどお話ししました銅価格の弱含みがその要因の一つと考えられますけれども、中国の景況感悪化に伴う設備投資の抑制を嫌気して、これらに関係する機械や半導体関連の銘柄も売られているということが改めて確認できると思います。で、今日の4時にですね、日本の半導体製造装置販売額が発表されます。10月は2001億円でした。3ヶ月平均ですね。で、セミ国際半導体製造装置材料協会によりますと、2019年の販売額は 4% 減少するとの見通しを出しております。ですから国内の今日発表される11月の数値は改めて注目しておきたいと思います。はい、ということで、本日の銘柄のご紹介です。本日はですね、昨年来安値更新の銘柄が多い中で、どういう視点で銘柄を選べばいいかということで、持ってきたのがこちらの10銘柄となります。資料こちらをご覧ください。こちらですね、まず、日報、ヤマパン、それから日ハム、サントリー食品、富士製油、味の素、JT、DIC、ブリヂストン、JR 西日本などを持ってきました。今足元では業績良くても株価が売られますので、こういう銘柄選択の条件を入れて、業績を下方修正した中で、投資効率も比較的良好な銘柄を探してきたところ、こういった銘柄が絞り込めたということになります。JR 西日本、上昇トレンドというわけではないんですが、内需ディフェンシブ銘柄、それから、あれですね、大阪万博の関連銘柄ということで、そこが大変だと思います。はい、ということで本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。